分だけ。俺は今高田さんがマッドやったことにより工藤さんは一体何やったんやろと思って。トータスさんそこがちょっとあんまり狼っぽくないな。議論的な話ですけど狼っぽくないと思って、イズトスどっちかかなっていう感じ。はい、今回来るケチェーン三サコ。あらー、おー、アドミン見ちゃいました。うえ、あ、でもね、停電前だからあんま意味ないかも。意味ないえ。キッチン4、メイン3、宿舎金庫211で。メイン 3? ワン？そうなんだよ。あ、まあ俺はいる。俺と竹雄は初手でメインに行ってる、絶対に。キッチン4って誰だろう、まず。トスブリ、ハタ、イズ。停電前ね、停電前。あ、イズさんいるの？イズさんもいたんだ。あ、じゃあいいね。メイン3って誰？ってか。ちなみに、宿舎が通ったス金庫がおらくんです。はい、メインいる誰か。メインさんって誰だ。え、僕以外の人間をメインで見てない。高田さんも見てない。いや、俺は竹雄と一緒に一緒って右にいて、竹雄の方が多分早いけど、え、今出てこなかったのって、あとどこだっけ。プテ君が言ってたので、いや、メインさんの1と宿舎金庫に11ついてます。現状をまとめると、だから宿舎と太田さん、金庫ラフ君、ナノコさん、場所不明、プテさん、コックピット、ハタブリさん、イズの4人がキッチンなんで、工藤丸さんと高田さんと竹尾さんが余ってる状況です。10個しか映ってなかったです。ハタブリさん、あ、じゃあもしかしたら、もしかしたら俺はあれかも。停電中や、停電前、停電中やったら俺はしご登ってる最中かもしれんから、もしかしたら宿舎には別のがあるかもしれん。多分キッチン4のタイミング停電前なんで、停電前だと思います、うん、うん、じゃあ大丈夫。聞きたいんですけど、工藤どこにいるか分かります？工藤さん、ま、あ、最初宿舎空きでしたよね。あれ、オラフくんか。いや、まあ、僕の偽装どれだけ多いか分かんないですけど、もう高竹どっちも人外か、少なくとも一つは人外だと思います。メインさんが合ってる場合って、僕あのメインのゴミ捨てをやってから、写真までやってるんですよ。で、そのあたりで停電になってるんで、その時に誰かいたってことですよね。まあまあ、そうですね。ね、停電前だから。初動、初動、うん。あんまりなんか考えられないんですけど、3人いるとは。脇がそもそもメインで、どっちも人外は全然あります、自分は。いや、俺と竹雄ともう一人誰かがエンジン巻き、左に振る、俺とおたけが右に行くっていうルートまでは絶対あってる、うんうん、左に誰か一人行ってて。結局工藤君どこだったの最終？最初はミーティングなんです、僕は。あれ、エンジンが左に出てる。宿舎脇ミーティングで。あ、棒立ちしてたんが工藤さん。エンジンじゃないです。そうそう、あ、じゃあオラフ君だってるわ。あ、そうですそうです。で、僕金庫行きました。そう。あ、全員出てるわ。じゃあ絶対そうだ。高竹や。うん。あの、はしごだったから映ってないっていうのが妥当なんで。ごめんね、ごめんね、本当にね。うん、あら、死んだ。竹尾さん、あたそこ、あたそこ、竹尾さん、竹尾さん、俺がレポートしてるんで俺の方が強い。何の強弱や。あれ、コミサも続いてるよね。いや、俺ね、ごめん、最後、俺、視点は直ってました、うん、あ、直っちゃった。うん。ストーリー審査しませんか。ちょっと、あ、でももう4、あ、3票入れちゃってるか。いや、一応聞きます？僕は入れちゃったけど。アーカイブで僕と工藤さんはいて、工藤さんが、本入れのタスクしてたんですよ。で、僕が本入れのタスク一緒にやって、それから、昇降機右のダウンロード行ったんですね。で、戻ってきたらまだ工藤さんいたんですよ。だから何やってんだろうと思ったら、畑迫が右側から現れてスッと切っていきました。
でレポートできないですよね。うん、で僕が上から現れたのにびっくりして多分レポートしてます。僕は貨物で脇金庫タスクを給油やり、ラウンジでトイレタスクをやり、アーカイブシャワーって米サボが鳴ってたからシャワー方向に抜けようとしたところ、上の方で竹尾さんがギリギリ給油したんで戻ってレポートです。竹尾さん目視点黒でってなったらメインの3が結構信憑性あるのかなって。アドミンのこれって竹尾さんがもし黒の場合高田さんまで黒になってくる、そうそう、なると思う。なるの？俺視点本当に見てないから。でも竹尾さんが高田さん視点で最速で右に抜けてて、時点で高田さんっていう視点ですよね。そうで、その高田さんが奈良子さんをメインで見てない。見てない、だって俺除染まで行ってるから、おたけの後ろをついていって、おそらく竹雄がそのままなんだっけ、ゴミ捨てタスクに入った後も俺が多分その後ろを抜けるように除染まで行っていて、七子を見てないから、まあどこで死んでんのって感じになっちゃうんだよ、自死で。3秒見てたんよね、アドミン。3秒、まあそうだね、でも一瞬見れるのかな、まだアウトしてないから。いや、うん、じゃなくてメイン、ミーティングついてなかったんかなと思う。ああ、いや、まあはしごだったんじゃないかな。3秒多分。いや、まあ、さっきの話だと工藤くんが宿舎前棒立ちの金庫室オラフくんで、トタスがはしごじゃない。いや違う、俺工藤さん抜いてない、一回も会ってないです工藤さんには。ボタン押して。ああそうなんや。ありえる。だからなんか3秒も見て、まあまあ少なくとも今言った情報は合ってて、あと1個も漏れてるというのは全然あると思います。ちゃんと釣り切ってください。まあ基本高田さん狼でいいと思うんだよな、終わんないやろ。初手でその高田さんがマットだとしても繋がりにくいから、はい、勝っちゃってましたね。勝ち合いました、うん、僕はもう離れました最後。ごめん、あ、トータさん勝っちゃったんだ。はい、マットかなと思ったけど。あ、そうなの、なんで。あ、いやいや、高田さん守ってんのかなって。あ、じゃなくて全然もうなんか話煮詰まったから、後出せるも話ないかなと思ったら、俺が多分一番最初に金庫に入って、後からオラフ君が来て、で、僕がそのままミーティングまで登ってボタンを押してるんですけど、その最中工藤さん見てないんですよ。ああ。だから、うんうん、工藤さんが長らく奥にいてたとかじゃない限り、俺見やんってことないと思って。だとしたらミーティング位置ついてない主張はなんか気になるなと思ってたんやけど。あれ？ん？どうしました？ん？あ、ごめんなさい、なんでもないです。怖いですね。怖い。工藤さんは一応まあ宿舎前にいますよ。うんうん。そうなんよ。でもその後、でも死んでますけど、どういう感じ？死んでるんよ工藤さんは。だから俺、うん、工藤さんマットで、マットじゃないかなって、もう。ああ、工藤さんがマットって思ってる。ああ、なるほど。まあ確かに棒立ちしてたし。なおのこと高田さんが黒になりますけど。うん、実施点から7個がもしメインで死んでいて、プテハシの情報が正で、かつメインが3だったパターン考えると、エンジン分け俺の後ろでついてきてて俺が見えていないパターン、俺が女性に行っている間に鬼気が出て7個切りか、女性に入ってる間にアーカイブ側から来た7個がメインに侵入して、なん俺見うん、なんかいや一応別にそれぐらいしかない。カバーうわけじゃないけど、剣士が人外核ではないよね、鬼気が。例えば、まあ、もちろんもちろん、うん、だと思うんだ。でも竹尾さんの切る位置が難しいって話でしょ。だから俺、メインが3が難しいって感じ、俺の視点ね、うんうん、だからその7個が侵入経路がある、7個がメインで死んでる場合は俺の後ろエンジンから遅脇でついてくるパターンと、アーカイブで湧いた7個が俺が除染入った後にメインに侵入してきてたけど、うん、でもそれって停電前だもんね。まあ皆さん知ってわかんないけど、どちらにせよメインさんという情報を出して焦った竹尾さんがキルしてるから、僕と竹尾さんは繋がってないと思ってほしいから僕白で見てほしい、うん、って考えたら高田さんが自然だと思うから僕は入れ続けちゃうけど。おえ肌底2票って何なんだろうな、肌底すごい悪かったし
ここスキップなんだ。はたさこ2票をまた2？どういうやつそれ。まあ、いっかボタンは。あ、ボタンさっき、あ、ズルしちゃおう。ポン。はい、ボー。すごいな、このボタン。まあ、2票がよく分かんなかったですね、僕に対して、ね。あ、ごめん、これ普通にローランやと思って入れてしまった。まあ、うん。なるほど。僕も高田さんには入れ続けます。なんか疑い合うのが自然なのかなって、あの、メインさんが出たときって、まあ、プテさんの理想も疑うと思いますけど、武雄高田で、お前がやったんだろうって疑い合うのがなんか自然かなって思いました。さっき言った通りだね。ナナコが本当に遅わきじゃないと成立しない。アーカイブ側からだったら、合いそうだもん。俺、除染側まで行くから、手で前だし。これ、みんな、剣士入れてんの？メインホールで死んでる場合ってそうだよな、ね。アーカイブでタスクやってないルートだから、直通でアーカイブからメインに来るはずだから、エンジンから除染行くときにバッティングするはずなんだよな、ナナコと。タスク順序考えると。入れてますよ、僕は。後ろに来るしかないと思う。え、いや、イズサントスは？あの、プテハタが入れるのはなんとなく、今まで説得力があった。オランクルーは？スキップした。僕、スキップに入れてますよ。うんうん。まあ、なんか、どっち、まあ、でどっちもわかる、別に。まあ、うん、そうね、言うてることも、どっちもわかるな、ぐらいから。かそう、どっちもわかるから。まあ、釣りましょう。いや、まあね。お互い晴れ主。まあ焦る必要はないんですけどね、別にね。まあでも、そうなんだよね。プテさんの情報を、まあ、僕視点はめっちゃ取りたいです。まあまあいいか。インポスターは落ちてるんで。まあどっちでもいいかなって感じです。もう釣っても。そうだね。なんか、うん。じゃあ釣ってよ。お、釣られた。まあ終わんないんで、適当にタスクでもして頑張ってください。多分タスクで終わると思うから。問題。あら、マジか。あららら。それってどういうやつ？それって何？まあ、マットだったのかな？じゃあ、噛み合って。まあ、次のボタンで、あれですか。明らかになるか。うん、オラフ君。オラフ君が死んでいる。マットっすね。マットだね。誰だ？ハイブリさんが持ってる。意外としんどいのか。僕タスクは終わらなそう。あと3つです。私も、ん？これ1分半。これ1分半。2分 ?1 分半ちょっと待って。1、2。竹尾さんに。はいはい、1分半ですよ。1分半。高田さんマットだから。あー。1分半ですかね。オラフ君の死人は？オラフ君の死にある人は？ない。あら。3しか見てないな、今回。そうだ、3しか。まあ。そうね。僕がじゃあ。これ。まあ、シェリフとかいいんですか？いいね。いいなぁ、さすが。まあ、プテさん進行とんねんじゃん。じゃあ、僕、取りますか。そしたら、まあ、僕、ハタさんは村でいいと思います。イズトス・トータスで決めたいけれども、うん、正直、オラフ君の死人がないんだったら、これまででノーヒントだったと思うから、まあ、票洗っとけばよかったなと思ってるけど、サントさんはスキップ寄りだったよね、意見的にはね。言ってた。なぜなら一人インポスターが落ちているから、うん、普通にタスクとか様子見でいいから、まあ、そうなんだよな。実際高田さんを釣ったことによってクルーが苦しいから、うん、まあそこは別に評価なんないと思ってるから、うん、別にヒントがないです、うん、トータス、イズ、サントスさんとかお互いでこうこの人ちょっと個人
見たなとか。いや、わかんない。イーブンだけど。ないですね。イーブンだけど。俺は今、高田さんがマッドやったことにより、工藤さんは一体何やったんやろうと思って。トータスさん、そこがちょっとあんまり狼っぽくないな。あの、その、この下りが、狼でわざわざそれを指摘して、あの議論をごちゃごちゃにさせないと思う。もう、あの場面は切る場面だと思うから、あんまり狼っぽくない、その議論的な話ですけど、狼っぽくないと思って、イズとスどっちかかなっていう感じ。うん、まあ、今のターンのめちゃくちゃ薄い抑えけど、一応バイタル情報で10秒前ぐらいに見た時点ではもうすでに。うん、そう、私バイタル情報出してるから、なんならトータスさんの方がと思ったけども、バイタル情報めちゃくちゃどうでもよくないですか、結局分かることだから、うん、あ、そう、僕は全然関係ない。いずれにせよ詰めてアクリティだかなと思ったけど、若干、あ、ボタン残ってる人いたら押してほしいな。使ってます、はい、使ってます、出ると思う。一応タスクルートもある、全然あると思うから頑張ります、うん、タスクは、はい、もうタスクないな、頑張ります。タスクは残り6個あるぞ。おー、ナイスボタン、助かりすぎるボタン来たな。よちょっと脇位置が悪すぎて。あ、俺初手ボタン押してたんで。あー、なるほど。この後っすよね。まあ釣り入れてきますか。正直もうボタンがないっすよ。え、タスク絶対無理だったら僕伊豆サントスローラーしたいわ。あー、俺6個残ってる。無理、トータスさん。あ、無理そうやで。じゃあ伊豆サントスローラーしますかね。まあ、サントスイズの順の方がいいと思う。僕はそっちの方がいい、うん、え、ごめんなさい、トータスさんの資料もう一回聞くんだけども、うん、さっきの工藤さん整理、そう、工藤さん整理、いや、これはもう完全にその議論的な問題だから、トータスさんがそれやってるインポスターだったら負けなんだけれども、うん、その場合はもうタスク頑張ってもらうしかないですね、うん、もし仮に私からだったらトス、トータスにして伊豆さんボタンとさっきのバイトル情報白いって個人的に思うから、だったらトータスさんにして、あ、まあ、でもその場合じゃあ分かりました。サントスさんが僕結構それ好きで、その人狼本当にやってる時でも、あとなんか2縄1人狼の時にその先に釣った村人の人が釣りたい人を釣るっていうのはやるから、じゃあサントスさんの言うこと聞いてトータスさん。あー、で待って待って、もう一回ちゃんと話し合って。え、一応ね、私の意思はどっちかといったらトータスさんによるだけども、うん、その主張も加味した上で全体で話し合ってほしい。一応次150秒あるから、うん、私の意思はそっちだったから、本当にイーブンだったらそれだけども、え、なんで責任を逃れようとするんですか。いや、今ね、それで負けたら、普通に負けたら、ちなみに、ローラは、畑さんも言ってたけど、できないですからね、もうボタンがないから。ボタンがないからね、か。ローラできないです。あ、そう。いっちゃダメじゃね？いっちゃダメじゃね？そうそう。あ、そうなのか。でも、トータスさんがタスク終わんないんだったら、釣らなきゃいけない。釣らなきゃいけない。僕は、でも、僕はトータスさんをかなり白く見てる。あの議論、狼でしないと思うから、伊豆さんとサントさんの戦いだと思います。おぉ、結局、うん。なので、いやね、僕は。伊豆さんの方よっぽど白いけどな。ボタンが白すぎる。いや、このボタンは多分押さざるを得ないボタンって言われたら仕方ないと思うんですけど、僕あのターンってアーカイブにプテさんと会えて、その後メインでハタさんとすれ違ってるから、オラフ君の侵入経路がないとも、俺が切れる貨物先とかじゃないと。基本的にはさんは一応そうですね、シャワー付近ですれ違ってはいるから、もうすれ違った後のメインとかで、え、どうするの。僕ははい、あー、レポート頑張って。ボタンないんだよね。ないです、ボタンはないですよ。レポート頑張って。はい。マジ？よし、よかった。おー、ありがとうございます。サントさんよく頑張ったね、もう。ナイス、ペテさん。いやー、ごめんなさい。初手アドミンで捕まったもん。いや、ごめんなさいね、本当にね。いや、左に助けなかったんですよ。悪いやつや。え、ナロコどこで死んだ？俺はですね、あのシャワー配線で死んでますね。メインで初めに配線をやって抜け出ていって、シャワー配線行ったら、あの除染室から抜けるところを鬼切り見られて、そのままついてこられているっていう流れでした。メインさんはあったと思う、タイミング的に。あ、